そうか、あの人警察だったのか。あ、それらしい人はいたのか。裸だと誰がおまわりさんだかわかんない。仕方ない、探すか。先ほどは失礼しました巡査長。ほらね。あの、失礼ですが。うん、本館に何か用かね。こいつ警察じゃねえな。ちゃんと探せよ霊夢。ああ、この人、絶対おまわりさんだ。違うだろ。いかにも、本館おまわりさんですが、どうかしたかな。マッポでした。口裂け女のことを知りたくて。口裂け女、せっかくの非番なのに、またその話か。デマに決まってるだろうが、口裂け女なんて。すみません。と言いたいところだが、近頃相談が多いんだよね。え、見た人がいるんですか？ああ、それだがな、怪しい風体の女が子供を探し回ってると言うんだよ。前に会ったな、その女。のぞみを探してる時だよな。超怪しかった。そうだな、ちょうど君くらいの歳の子供を知らないかと聞いて回ってるらしい。やっぱのぞみのこと探してたのかな。というかのぞみの母親なのか。一応のぞみって子は探してないとは言ってたけどな。ええ、そうなるとだな、無視するわけにもいかんのだ、おまわりさんとしては。何やら墓地の方で目撃が多いらしくてね。今度調べに行ってみるかな。その時も夜の墓地だった。墓地か。まあ何にしても今は風呂だ風呂、これしか楽しみないんだから。つまらない人生ですね。全国の風呂マイスターを敵に回すぞ。誰だよそれ。じゃ失礼するよ。うん、多少は情報くれたな。お、どうだった？話聞けたよ、どうもお墓の方が怪しいみたい。だから調べに行ってみるね。墓場って、お前、すごい度胸だな。え、そう言われたら怖くなってきた。小鉄、そういえば。ごめんね、お風呂、タダで借りてばっかりで。気にすんなって、子供は子供らしく行こうぜ。ありがとう、でもさ、うん？お母さん、大丈夫かな？前の時に気にしてたけど。あ、ごめん。港、渡るから何か聞いたな。父ちゃんと母ちゃんのこと。聞く？ええ？これはおかしいぞ。何が？鋭すぎる。いや今の流れは完熟でしょうよ。さてはこいつ小鉄じゃないな。小鉄だよ。一体貴様は誰だ。小鉄だよ。おまわりさーん。すぐ来ちゃうから。本当の親父じゃないんだ。うちの父ちゃん。そういう感じでしたか。まあ子連れ再婚はそんなに珍しくはないけど。だからなんて言うのかな。気を使うんだよ、母ちゃんは。俺を育ててくれた父ちゃんにさ。あ、誰の子かわからない感じ？おいめ、って言うらしいぜ。おいめ。母ちゃんだって、少しはやり返せばいいんだよ。俺は嫌だな。そんな大人になるのは、ずっと子供のままがいいや。これめちゃくちゃ深いな。皆さん覚えてます？のぞみ初登場前のプールの会話、願いが叶うならってやつだな。そうそう。その時に小鉄は、こんな日が毎日続いたらいいと、ずっと子供のままがいいって言ってたけど、両親を見て大人になりたくないって思ってたとは。もし大人にならなきゃダメなんだとしたら、俺は、強い大人になりたい。人の顔色を伺って生きるなんて真っ平だぜ。まあ大人ってそういうもんだから。どうしよう、今がチャンスのような気がするぞ。今何かを伝えれば、悲劇を防げる気がする。あ、女湯の会は小鉄に任せるのか。小鉄、さ。頑張ってね。これは軽いな。お母さんを大切にして。僕もそう思うよ。そんなの強さじゃない。なるほどなるほど。え、どれだ？真ん中二つのどっちかだよね。どうでしょう。頑張ってねと僕もそう思うよはほぼ一緒だ。でも頑張ってねはあまりにも適当すぎる。まあこれか。いやいきなり長男もんですよこれ。ここまでほぼ悩んでないからな。結局はお母さんを守ってほしいわけよ。いいか、
お母さんから目を離すなよ。お母さんを大切にしてあげたらどうかな。うん？うん、まあそうだな。これ間違えましたね。反応が激薄だ。お前はいいやつだな。港。褒められちった。じゃなくて。褒められたけど、これじゃ弱い気がする。これじゃダメかも。惨劇止められず。すまんこてつ。あ、やり直せた。じゃあこれかな。なんか曖昧な気もするけど。僕もそう思うよ。おう、そうか。意外だな港。お前はもっとこう、穏健派かと思ったぞ。バリバリの過激派よ。そう、はは。いや違うんかーい。というか今私答え言ってましたよね。バリバリの過激派？そうだよ。虎徹は人の顔色を気にしない強い大人になりたいって言った。でもそれじゃ親父と一緒じゃないか。虎徹の親父は最上級の過激派だからな。いいか、暴力は強さじゃないんだ。虎徹、さ、それは違うと思うよ。何？そんなの強いって言わないよ。そんなのは。弱虫さ。なんだと？どういう意味だよ。決まってるだろ？本当に強い男なら。これと母さんを大切にの違いは何ぞ。納得してないご様子。まあいいか。とにかく伝えたかったことはこれだ。母さんを守ってやれよ。親父なんかぶん殴ってさ。殴るんかい。暴力には暴力を。答えは武力介入でしたね。ごめん。言い過ぎたかも。いや。また、今夜な。あっこにあったら伝えておいてくれないか？今夜のこと、まだ言ってないんだ。わかった。あれでよかったのかな？ちょっと気まずくなっちゃったな。あとは虎徹に任せよう。きっと大丈夫だ、虎徹なら。さて、なんだっけ？あ、そうだそうだ、口裂け女だ。墓地で見た人が多いって話だったな。行ってみよう。墓地はすぐそこなので向かいましょう。あとさっきの選択はおかしいよね。もうその話はいいよ。いくら墓地で目撃されてるからって、こんな明るいうちはいないと思うけどな。誰もいないや。まあ大体誰もいないよね。お墓なんて。ちょっと調べてみるか。何か手がかりがあるかも。確か前に怪しい女がいたのは、先客がいますがここだったような。ねえお父さん、お母さんはいつ帰ってくるの？お前、この子のことは任せてくれよ。俺不器用だけど頑張るからな。口裂け女すでに死んでる説が浮上だ。幽霊だから墓地に現れるってこと？この娘さんを探してるのかな。でもちょっとまだ小さいか。というか何を調べれば。あ、なんかありますね。塀の裏側でしたか。なんだこれ。わあ、誰かいるぞ。人でした。酒くさー、酔っ払いだなこの人。このゲームはある中しか出てこねえな。うぃ、誰だお前。はぁ、口裂け女か。え？違うか、よく見たら口が裂けてねえや。そもそも女じゃないです。おじさん、口裂け女を見たんですか？なぜ知ってる？お前何者だ？今自分で言ったでしょ。そうか？見たぞ俺は。あれは間違いなく口裂け女だ。どんな人でしたか？長くて黒い髪。ごくり。
夏だっていうのに白いコート。それに何よりも大きな白いマスク。白いマスク。それから、結構丁寧に整えられた爪。ほんのりと香る香水。そして、あれは気痩せするタイプ。俺の目はごまかせねえぞ。うん、幽霊じゃねえや。本当に見たんですか？見た。俺は一度見た女は絶対忘れねえ。女が好きだからな。ま、間違いないみたいだな。その人いつ見たんですか？ついさっきだ。ええ。恐ろしくてここまで逃げて隠れてたんだ。そうですか。おじさん、ありがとうございました。こんな真っ昼間から活動してんのか。ふう。黒くて長い髪で白マスクか。一応手がかりは見つかったけど。あれ？やっと思い出したかな。そうそうこいつだ。そして別にあの墓も関係なかったな。あ、すいません。この辺りで女の子を見ませんでしたか？え？のぞみ、って人なんですけど。そう、のぞみちゃんね。実はね、私も今子供を探してるの。ちなみにこの女はヒステリックです。どう見ても怪しいよな。あれ、まさかあの人。つうか今気づいたけどさ。のぞみって名前に反応するのおかしいよね。あ、確かに。のぞみは偽名、港たちしか知らないはずだぜ。それかのぞみって人物は別にいてその名前を語ってるか。いや、そんなわけ、ないよね。はは、あはは。あ、そうだ、あっこに今夜のことを伝えなくっちゃ。そうだった、はは。あっこー。こいつタイムリミットが今日までってことも忘れてんな。ここら辺はまだ小学生らしいぜ。あっこに会うんだな。神社もすぐそこサンクスよ。今回は移動距離が短くて助かる。なんで？編集が楽。ご紹介します。あっこんちの居候です。居候のくせに生意気な佇まいだ。あの、すみません。何かな？あっこ、さんはいますか？どちら様かな？友達です。何見てんだてめえ。君、見ない顔だが、クラスメイトかね？言えそうじゃないんですが。あっこだ。それならあまり娘に構わないでくれないかね。近頃どうもおかしな仲間と何かやっている様子だが、もしかして君も？なんか文句あんのかーん。ちょっとお父さん、何の話をしてるの？別に何も言っとらん。友達かい？この子は。そうよ。そうか、ならいい。しかし、そろそろ友人も選びなさい。いつまでも子供じゃないんだぞ。あっこ、選択はお父さんと一緒じゃ嫌だって言うんだ。うん、友人は選ぶんだあっこ。嫌な感じね。噂通りの厳しそうな人だ。やめてよ、そんな言い方。逃げんなおっさん、ちょっとこっち来い、目つぶししてやる。潰すなよ。ごめんね、お父さん変なこと言って。いいよ、別に。お父さん厳しい人なんだね。厳しい？そんなんじゃないわよ。言いなりにしたいだけ、あたしの言うことなすこと全部気に入らないのよ。それはキモいな。どうして？あたしね、この神社の跡取りなの。本当は男の人がやるんだけど、あたし一人っ子だからさ。そっか。中学に行ったらね、もっと本格的に修行しなくちゃいけないんだって。高校なんか、行かなくていいって、信じられる？何時代の人なのかしら。嫌いなんだね、お父さんのこと。大嫌いよ。あたし早く大人になりたいの。うん、あっこは大人になりたいって言ってたな。小鉄は大人になりたくない。でもどっちも親への反発だ。大人になってね、自由に生きたいの。自分のことは自分で決めて、好きな服を着て、好きなところで暮らしたいんだ。そっか。でもね。でも最近思うんだ。やっぱ無理なのかもって。
大人ってどうしてみんな勝手なんだろ。自分の都合だけ押し付けてさ。子供の気持ちなんてどうでもいいのかな。ねえ、港はどう思う？え、わかんないよ、急に聞かれても。ただ、僕の母さんは多分、子供の頃からすごく自分勝手だったと思うよ。貴重な実体験パターン。ええ、なんでそう思うの？へへ、なんとなくさ。変なの、ふふ。ところで私に何か用だった？あ、そうだった。めっちゃいい感じやん。あっこにも死んでほしくないぜ。今夜は戦闘を捜索だぞ。わかった。あ、あとさ、あっこ、口裂け女って知ってる？知ってるわよもちろん。あのノートにもあったわね。調べてるの？うん。私はもちろんあったことないけどさ。神社の縁の下に住んでる、なんて噂もあるんだって。え、じゃあここにいるのか？あっこのお母さんだったりして。縁の下で暮らすなよ。え？あはは、びっくりした？ちょっとやめてよ。じゃあ、そろそろ行くわね。また夜に会いましょうね。この二人も仲良くなったもんだ。最初はあっこの圧がすごかったからな。これ神社を調べろってことかな。鏡神社捜索隊出動。神社から出ろって。なんじゃい。せっかく捜索隊の血がふつふつと煮えたぎってきたと。今の。まさか。いや別にビビってねえし。ビビってたな。はぁ、ビビってねえよ。ビビってたな。いやいやいや。もう大爆笑よ。それは違うだろ。